ロデューサー、仕事のしすぎは体に毒ですよ。ちょっとプロデューサーと話したくて残ってたんです。はい、プレゼントです。違いますよ、誕生日プレゼントじゃなくて、いつもお世話になってるお礼です。特別じゃなくてもいつも頑張ってくれてますから、これからもよろしくお願いします。それじゃ。プロデューサThank you.
ご期待に添えるといいんですけど。遅れちゃうかも。頑張ってくださいね。いってらっしゃい。マミのことなんでも分かってくれてね。
デューサーさん、ちょうど良いところに。何か映画を借りようと思うんですけど、選ぶのをお手伝いしてほしいんです。はい、今日はナムコプロのみんなで見れるようなものを探しているんです。ええ、私はみんなよりお姉さんですし、年少の子たちとはだいぶ年が離れていますから、どうしても同い年の子たちと比べると打ち解けるのは難しいと思うんです。でも同じ映画を見て一緒に楽しめれば、みんなとの距離も近づくかなって。私、子供の頃このキャラクター大好きでした。そうですね、これならきっとみんなで楽しめると思います。大丈夫です。でもステージを前にしたらどうでしょうか。見ていてくださいね、プロデューサーさん。
ューサーさん。
ああ、君、今日も夜遅くまでご苦労様だね。今週はシーズンの終わりだ。君の活動結果を確認させてもらおう。心の準備はいいかね。よろしい。さて、今シーズンの結果だが、素晴らしい。目標以上の成果だ。やはり君に任せて正解だったようだね。君の力見せてもらったよ。プロデューサーとしてまた一歩成長したようだね。嬉しい限りだ。さて、見事にプロデューサーとしての力量を示してくれた君に新たな楽曲を提供するとしよう。アイドルといえば歌、歌といえばアイドルだ。早速選んでくれたまえ。